イメージファイトね、探してるとこでしたね。あ、あったあった、これこれ。はい、久しぶりにこれやりましょう。これも昔持ってたんですよね。これもなんで売っちゃったのかな、昔ね。やった時は。西暦2048年。日本版ですね。7月18日。ムーンベースマザーコンピューターマリコは、マリコ。端末魔の叫びを上げて沈黙した。人類には再び平和が戻り、人々は荒れ果てた地球の復興に全力を尽くし、そして3年の歳月が流れた。最初に異変を探知したのは、土星天王星間軌道に設置された外宇宙探査人工惑星であった。射手座方向宙域に強力な空間の歪みとともに、多数の正方変異を伴った物体群が出現した。スペクトル分析による物体までの距離と速度、進行方向などの割り出しが急がれたが、答えは最悪のものだった。距離 0.15光年、速度高速の 8%、 そして進路はまっすぐ地球を指していた。人類はあの戦いが単なる前哨戦に過ぎなかったことを改めて思い知らされた。ああ、イメージファイト1の時の話か。前哨戦だったんや。イメージファイト2はね、PC エンジンだけのオリジナルのゲームなんでね。イメージファイト1はね、アーケードゲームからね、あって、あとファミコン版とか PC エンジン版とかで移植されたゲームでしたね。まあね、イメージファイトって R タイプのスタッフがね、関わっているんですよね。はい、やっていきましょう。これやるのめっちゃ久しぶりですね。これも17、8年ぶりですよね。ちょっと飛ばします。すいません。デモはね。うわ、懐かしい。あ、これ。おしっぱでいける。あ、この曲ね。この曲はあれですよ。イメージファイト1の6面の曲と同じ曲ですね。あ、違う、4面の曲か。4面の曲ですね。イメージファイト1の4面の曲と同じ曲ですね。そうそう、これ赤いやつがいいんです。赤いやつを取った方がいいんです。青いやつはもうそのままの前の方向しか飛ばないんです。ポッとね。久しぶりですね、これやるの。あ、危ね。3つともね、最強になりました。どうせね、どんな攻撃やったかも覚えてないな。おお、怖っ。あ、また最初からか、これ。あー、しまった、また青取ってもうた。そうか、これ死んだら最初からになるのか、一気に死んだら。あー、死んだ。難しいな。最後の残機やな。
うわ、ゲームオーバーですね。うわ、ちょっとコンティニューポイント使うのもったいない気がするけど、まあいいや。よう一気目でボスまで行けたもんやな、この調子で。ちょっと一旦ね、ある程度進んだところでこれセーブした方がいいですね。クイックセーブね。一回一回最初からやってたらこれキリないから、この時点で一回セーブしよう。で、もし死んだりなんかすると、また、あ、最初からじゃなかったんや。そっか、最初からじゃなかったんですね。なるほど、このパターンか。あ、でも、やられてもうたな。ちょっと、ロード。横行ったらあかんの？あ、横で行けるやん、これ。横で十分やん。変わったパターン。おぉ、体当たりしてくるんや。あ。これ一面のボスにしては強いな、これ。またパターン変わった。もしかして安全地帯ちゃうの、ここ。あ、アンチや。アンチや、アンチ。お、あ、今当たらなかった。あ、またパターンか。あ、倒した。クリアできましたね、一面。飛ばします。二面ですね。あ、これはイメージファイトの一面の曲ですよね。あ、いきなり死んだ。硬いな、偉いこいつ。めっちゃ硬いな、こいつ。妙に硬い。あー、またアボットでもか。イメージファイトは僕ファミコン版はクリアしましたけどね、 PC エンジン版はまだクリアしたことないですね。あら、これこういくのか。どうやって取んねん、これ。こうやれば取れたんでしょうけどね。こうやって突っ壊したらね、ポットが片方が青やったから今のはできなかった。怖っ。こう基本ね、BGM は1のイメージファイトの曲が使われてるって感じですよね。オーケストラの曲でね、音楽が、ね、演奏されてると。ボスか。ボスやな。ちょっとこれロード、セーブしとく。
すごい、何これ。うわ。これはちょっと難しいな。ちょっと待って、ロード。この辺見たらあかんのかな。うわ、当たれへん。いきなりアンチ見つけた。これね、知らしてたわけじゃないんですよね。偶然ですね。アンチ、いきなりアンチ見つけた。たまたまですけどね。おお、倒した。すごい。偶然アンチ見つけた。いや、知ってたわけじゃないんですよ。これ、ほんと偶然なんですよ。いや、今ので一面なんや。そうなんや。まあ、選べるんですね、これ。これ前のやつはね、武器は、こうやってこう壊してね、壁でぶつけて壊してね、選ぶんですよね。また別の武器が取りたいときはね。ああ、やられた。ああ、しまった。青取ってもらった、また。これやってみようか。ああ、こんなんのか。ああ、これもダメや。真横やん、これ。ああ、取れない。もう間に合わなかった。一番右のやつが良かったな、こっちは。ああ、全部青のやつ取ってもらった。これ真下に攻撃できないんですよ、青のやつはね。ああ、やられた。むずいね。いやね、ついにね、この 256GB のレトロパイもね、あれですよ。ついに、2万3000円ぐらいで今売ってるみたいですね。安くなってきてね。うん。アマゾンではね。そういう風にね、一応、ユーザーの方から報告ありましたね。2万3000ぐらいになってると。だいぶ安くなってきたと。だからもう欲しい方はそろそろね、買い時ではないかと思います。でももっと安くなる可能性もありますね、でもね。もっと安くなるかもしれませんけど。まあ、とことんどこまで安くなるか見るっていうのもいいかもしれませんね。僕が買った 27,315 円からはだいぶ、ああ、しまった。だいぶ安くなってますね。4,000 円も安いですからね。ああ、赤になってる時はちょっと一瞬すぎるね、あれ。あ、これ、あ、これ、こんな感じなんや。あ、いいかもしれんね、これ。あ、危ね。食らってたもん、でも。うわ、こいつようやられんな。真ん中にしてみよう。
仕事進めた。ここでセーブしようか。はい。ああ、しまった。そうか。どうすんの、逃げた。ここでセーブするか。いや、便利ですね、クイックセーブね。壁で壊せなかったね、今武器壊そう思って。違う武器取ろう思ってたら、取れんかった。あれ取らんでいいな。もう3つ揃ってるから。なんかこの武器カゴみたいに見えますよね、形がね。あ、壊れた。一気壊されたね、今。どうせか。はい、セーブ。おぉ。昔やった時ここまで進んだことあったかな、覚えてないな。あったような気もするし、ないような気がするし、気もするし。あー、やられた。脳みそやね。うわ、早っ。ちょっと待って。これもまあ、あー。ちょっと待って、早いわ。これは安全地帯なさそうな感じやな。こういうこと避けるしかないね。うわ、むずいな、これ。難しい。これある程度ダメージ与えたところでクイックセーブする方がいいかな。はい、ここでクイックセーブしよう。ちょっとせこいけどね。あー、やられた。で、やられたらロードして。倒せた。はい。ちょっとせこいですけどね。85%。
します。ミサイルみたいな感じだね。ここからね、曲が変わりましたね。イメージファイト1の曲じゃなくなりました。ここでセーブしよう。あー、しまった。何やっとんね。リセットしてもうたな。セレクトとスタート同時に押したらこうなるんですよね。ちゃちゃちゃ。違うって。ロードロード。またこっからやんなか。どうしたのさ。あともうちょっとで倒せるとこやったんよね。はい、セーブ。もう一個のどんな武器かな。こんな感じか。びっくりした。これ壁じゃ、あ、何やってんね。あった、危ねえ。取るとこやった。奥のやつの方がいいな、やっぱり。こっちの方が。セーブしよう。
これは取らなくていいな。これ間違えて青取ったら全部青になるからね。こういう3つ揃ってる時はね、ポットがね。ああ、もうまさにその通りになってもうたかな、今。全部青になってもうたよ、間違えて取ったよな。まさかその悪い例を、が実現するとは思わなかったわ。実現させるというか。これ上しか飛ばないですからね。下に飛ばせなくなるからね。これで元に戻ったね。これでセーブするか。これで多分ボスですね。ボスが現れた時、ハゲ引退って聞こえてるよね。ハゲ引退って聞こえるんですよね、うん。ハゲを引退すると。まあまあできればハゲ引退したいですけどね。だんだんこうやって剥がしていくわけや。わあ、惜しい。あ、ゲームオーバの曲はね、イメージファイト1と同じですよね。倒した。6と3か。はい、セーブ。これね、ああ、しまった。ファミコン版ちゃうわ。イメージファイトの1の5面と同じ曲ですよね。でもイメージファイトだから、イメージファイトってね、1面から5面までがね、訓練で、6面以降がね、本当のね、戦争なんですよね。そういう設定なんですけど、このゲームもそうかもしれないですね。アクト4までは、もしかしたら練習で、あ、しまった。アクト5以降が戦争ってことかもしれないですね。これ2もね。もしかしたら。あ、今自然と赤取れてよかった。あ、これね。リングレーザー。
これはこれでこの冒険もいいかもしれないな。買わなくていいや。もうボスかね。あ、同じや。イメージファイト1の5面のボスとよく似てる。ハゲ引退。ハゲ引退。同じですね。ちょっと違うかもしれません。少しちょっと違うけど、だいたい似たような感じの。うわ、やばい。いきなりやられるやん、これ。あ、セーブそれやがったな。ハゲ引退。これ上に行った方がいいんでしょうね。あ、下の方がいいのかな。どうなんやろうな。あ、うわ、どうしたらいいんやこれ。難しいな。これ、時期がある方向に寄ってくるから、一緒に入りゃいいのか、これ。あ、入れないわ。入れない。どうすんのやろ、じゃあ、これ。入れないよな。うわ、むずいわ、これ。全然違うわ、今までのボスと。ああ、これでもダメなんか。これちょっとな、待つ時間あるから、完全に戦闘始まってからセーブした方がいいね、これ。待つ時間めんどくさい。ここでセーブ。あ、ちょっと待って。開いてるときにあそこ入って、で、中であの、あれを倒せばいいんですけど。あー、あかん。くそ、惜しいな。あー、すごい、こっちからあかんねん。あー、あかん。むずいな、これ。どうすんのこれ。あんな狭いとこ行けれるわけないやん。
うわ、今ちょっと当てれたからセーブするか。ある程度当たったから。卑怯ですけど、こうでもしないと勝てないと思いますね。あーあかん、くそ惜しい。ああ、わずかな操作やな、これ。おお、倒せた。今やられたかと思った、こっちが。これは難しいわ。これで、アクトね、4までが多分ね、イメージファイトの、その、言うたら、訓練であって、この次から本当の戦争だと思うんですよね。こんなひよっこ最前線に送るなんざ、むざむざ死にに行かすようなもんだが、しょうがねえ。ブースター貸してやるから、さっさと軌道上のファルシオンまで自力で上がれ。これで多分、こっからが、本当のね、実戦なんですよね。うん。まあ、これイメージファイト1でも同じね。同じような感じだったんで、こっからが実際のステージですね。ごめん、行こう。はい、セーブします。こっから実戦のステージですね。今までのステージは練習の訓練に過ぎなかったと思うね。ああ、しまった、やられた。たまにね、セーブのするあの画面が出ないときあるんですよ。一回でね。あー、むず。むずいわ、これ。あー、間違えた。ここでセーブしてもうた。ここでセーブしてもうたな、今。コンテにするしかないね、普通に。うん。これね、セーブポイントをセーブするとこ間違えたらとんでもないことになるんで、取り返しつかなくなりますからね。それがクイックセーブの欠点なんですよ。とんでもない面、ね、取り返しつかなくなっちゃうんで、それがクイックセーブの欠点でもあり、便利なところでもあります。セーブ、はい。ロードしようと思って間違えてセーブしてしまうっていうことがよくありますからね。うわ、むずっ。こいつ硬いねんな。おお、誘導ですからね、これ。あーあかん、くそ。ああ、もう。ああ、あかん、もうそろそろ限界かな。
あーかん。難易度が半端ないわ。やっぱさすが実戦やわ。うわ、むずっ。ああ、何やっとんねん、もう。この、あかん。ここにおる方がいいんちゃうの。ああ、でも一緒か。そんな甘くはないか。これはもう限界ですね。限界の難易度まで来てます。あかん、むずいわ。もっとこまめにクイックセーブした方がいいかな。一回避けただけでもうクイックセーブするみたいな。あー、でもダメか。あかんか、全然ダメ。うわ、これ無理でしょ。無理ゲーですよ。あー、何やってんね。何体当たりしてんねん、おい。はいはいはい。うーわ、むずっ。これ無理ですよ。異常に硬いしな、こいつの。はい、もういい。無理。